熊ラボチャンネルの主マスター熊です。今回紹介するルアーはこれ、ジャッカルのハイドロゲットです。はい、このハイドロゲットですね、ジャッカルさんのワームなんですけど、これもうちょっとね廃盤になっちゃってるワームですね。でもね、あったら確保したいワームの一つでもあります。で、このワームはですね、特徴としては、後ろのねパッケージの方ね、今立てかけてるパッケージの方にも書いてあるんですけど、ボトムで誘うと、ステイに対応してるってことで、ちょっとねワームの方に、仕掛けが施してありまして、テールですね、テールの部分をちょっとよく見てもらえれば、あ、今見えますよね、このイボイボがついてるんですね。でこれはですね、ワームの、テールのちょっと前ですね、くびれるちょっと前にもイボイボがついてるところがあるんですね。ここで、バブルキーパー、いわゆる空気ね、空気を水中まで持っていくように設計されてるんですね。もちろんね、ワーム本体にあるちょっと浅いですけどリムもね、横溝ですね、もその役目を果たしてまして、これは水の中でねバブルを出して魚を誘う、このワームを見つけてもらうっていうね、そういう設計になってます。で、こいつはどういう感じかというと、ボトムでですね、頭ですね、の方を下にして立つような、設計してあります。でテールもね、水がみがいいような薄さとね形状に設計されてるんですね。ですんでね、ボトムで、ステイさせる動きには抜群の形をしています。おそらくですね、もうこの当時はかなり廃れてたんですけど、パドルワームのねいい部分っていうのを、ちょっと出してね、なおかつ、こいつねラバジのトレーラーとかでよく使ってたんですね。ラバージグのトレーラーで使うのに最適解なね、形っていうのを模索して、プラス普通のジグヘッド、それからスプリットショット、こういったリグでもね使えるような形状を模索されて、このワームは作られたと私は見ています。で実際ねこれ結構釣れたんですね。で私の仲間とか私はね、これ普通のラバジじゃなくてスモラバですね、スモラバでもちょっとでかいやつで 3.5 のサイズですね、のトレーラーとしてよく使ってました。当然ね、ボトムで誘うのももちろんですけども、なんていうんですかね、泳がせて、使うのにもこれ悪くなかったんですね。どういうことかっていうと、ミドストっていうですね、水上が結構ね、大事ですよね。あれはロッドで泳がすんじゃなくて、ロッドで引っ張った後にできるラインスラックを使って泳がす調法でして、これがですね、最初はちょっと難しいんですね。ですんでね、抵抗のあるスモラバーをジグヘッドの代わりに使うと非常にやりやすいです。プラスですよ、これ私の感想ですけど、こういうですねパドルテール系の横ですね、針刺しに対して横のテールがついてるやつってのはなおやりやすいんですね。そういったことも踏まえてね、これはミドストのワームとしても非常に優れてるワームだと私は思ってます。もちろんね、最初に言った通りメーカーさんの思惑通りのボトムでステイさせて誘うっていうのはもちろんですけど、プラスアルファでミドストっていうね部分も考えていただけると、このワームのですね、使える幅っていうのが広がってくるんじゃないかなとは思います。でもですね、残念ながら最初言った通り、もうすでに、このワームは廃盤なんですね。そしてですね、ジャッカルさんっていうのは、まあたびたびねこの動画でジャッカルさんのルアーとかね、を紹介するときに売ってるんですけど、割とね、廃盤になる、製品商品が多いんですね。でもね、廃盤になっても出回ってるやつと出回ってないやつですね。でこのハイドロゲップっていうのは、これ私が見た限りですけど、あんまり出回ってなくてですね、数も少ないです。ですんでね、この私の説明を聞いてね気になった方は
見つけたら買われた方がいいかと思います。また次ね巡られるかどうかは分かりませんので、そちらをおすすめします。でね、非常に使いやすいワームの一つだと思いますので、もしね使いたい方がいらっしゃいましたら、ぜひね、購入して使ってみてください。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。